もう近年セキュリティいろいろとうるさくなってきて、いろいろと まずいこと起きているということは皆さんご存知のことなんですけれど、今日はですね、日立の寺田さんからですね、セキュリティインシデントから学べること、要するにセキュリティ上何かまずいことが起きたときにどのようなことが学べるのかと、そういうような講演をいただきます。で、毎回のことなんですけれど、本講演は、録画しておりますので、皆さんも気づかれていると思いますけれど、後ろにカメラがありますので、有名になりたい方はずっと後ろを見ててください。多分 YouTube で叩かれると思いますが、普通の方は前を向いて、講演を聞いてください。ではすみません、よろしくお願いいたします。ちょっと今のでビビってしまったところは若干ありますけれども、日立製作所の日立インシデントレスポンスチームに所属している寺田でございます。今日はちょっとセキュリティインシデントから学べることっていうようなことで、日々、不正アクセスっていうようなことで、正しいアクセスではないとか、コンピューターウイルスとか、もしかするとほとんど聞いたことがない単語とか出てくるかもしれませんが、そういう世の中に今なってるんだっていうことを若干こう知ってもらえればいいかなっていうようなところと、なるべく動画みたいなものを持ってきたので、それでなんとなくこう疑似体験をしてもらえばいいかなというようなことで用意してきています。で、一応大きくインシデントを振り返るから不正アクセスに関する理解を深めるシーサート活動っていうようなことで3つほどちょっと話題を持ってきています。で、私自身日立インシデントレスポンスチームっていうようなことで、日立の社内で起きたインシデント対応の裏の裏の方で活動していたりだとか、製品とかでの問題対応のそれも裏の裏っていうような形でバックエンドで働くような仕事をしているというようなことで、いろいろこういう中で、何を皆さんに伝えようかというようなことをちょっと考えながら、今回資料を用意しました。で、ここに情報セキュリティ重大脅威2016ということで、IPA 情報処理推進機構というところがあるんですけれども、多くの人はほとんど聞いたことがないのではないかと思うんですけど、 IPA という名前を聞いたことがある人一人ですね。で、おそらく会社に社会に出ていくと IPA という名前を、数多く聞く機会はあるかと思いますので、それのための、準備と。で、こちらにあるのは重大脅威というのことで、昨年1年間の間で、社会的に影響があったと考えられる情報セキュリティの脅威とかに関する事故とか事件だとかっていうものをこう選出して、1から10までこう並べたものになっています。この中で、何かしら皆さんこう聞いたことがあるとかっていうようなものはあるのではないかと思うんですけども、とりあえずちょっと聞いてみましょうと。第3位のランサムウェアを使った、詐欺とか恐喝だとかって、ランサムウェアって名前聞いたことがある人半分近くですね。その資料を作っていくのはちょっと忘れてきてしまった部分がありますけれども、ランサムウェアっていうのは、皆さんのパソコンの、そもそも皆さんパソコンを使っているのかっていう不安も若干ありながらあるんですけれども、パソコンの中に入っているファイルとかっていうのを暗号化をしてしまうと。で、暗号化をしてしまって、それを元の状態に戻すのにお金を払えと。お金を払ったら元の状態に戻してあげるよというようなものになる。で、最近こちらの方がすごく流行っています。で、皆さんビットコインとかっていう名前を聞いたことがある人手を挙げてください。仮想通貨っていうことで、ビットコインだと要は誰にお金が払われたのかとか、誰にお金を払ってるのかっていうのが分かりにくくなっているっていうことで、昔に比べるとお金をこう流通しやすくなったっていうことで、悪いことをする人たちがよりこういうことをやりやすくなってきてしまったっていうようなところがあります。その他にもウェブの改ざんだとかもろもろあるわけなんですけれども、この辺の中から今日は3つほどインシデントで、2番目脆弱性っていう、なかなか読みにくいものなんですけども、脆弱性、それからシーサーと、この3つについてお話をしていきたいと思います。で、2番目の脆弱性っていうものについては、
おそらくこれも会社に入って何回すると、毎月、マイクロソフトさんのパッチを当てなさいだとかってそういうような形のところで触れるっていうところもあるんですけども、その辺を踏まえながらお話をしていきたいと思います。それではまず、セキュリティインシデントということで、インシデントといいますと、医療の現場だとかいろんな形でインシデントっていうのがあるんですけれども、セキュリティの場合には、システムを運用している際に発生するセキュリティ上の問題事象のこととか、ようなことで言われています。で、そもそもどんなことがあるのかっていうのはちょっと次のページで紹介しますけれども、インシデントそのものっても年々変化してきています、皆さんに年齢聞くのもあれなんですけれど、今からだいたい1998年以前に生まれている人、じゃあ何年だっけ、1990、皆さん何年生まれですか、93ということは、場合によっては皆さんが小学生の頃からのお話もちょっとしていきたいと思います。こちらの方がちょっと1990年代で、皆さんがおそらく生まれた頃からで、ちょうど僕もその頃からこのように関わったところはあるんですけども、それをなんとなく年表風に、で聞いたことがない言葉いっぱいあるかもしれませんけど、そういう言葉があるんだということで、その辺は少しお話をしていきたいと思います。例えば1990年だとウェブページの改ざんっていうようなことで、観光庁系のページが改ざんされました。で皆さんもいつも見るウェブページっていうのをこうどうやってか数多くか書き換えたかって、要は数の勝負なっていうのがちょうどその1990年の半ばくらいから始まります。でそれからその横に TCP 実装の脆弱性を悪用したドス攻撃っていうのは、デニアルオブサービスっていうようなことで、要はサイトにアクセスしにくくするとか、サイトを例えば止めてしまうような、そういうような攻撃になります。でそれから電子メール型ワームとかネットワーク型ワームってありますが、これはウイルスというふうに言われているもので、悪いプログラムですね。こういうのが大体1999年くらいから流行って、で大体こう浮き沈みってあるっていうとあれなんですけども、皆さん注目すると大体皆さん同じところにこうフォーカスをして、みんな一生懸命頑張るっていうようなことで、ブームがあるわけです。で2000年の半ばくらいのところにこう電子メールワームっていうふうなのがあって、それ以降また今度ウェブ感染型だとかスパムフィッシング標的型だとかっていうような、またちょっと様相が変わってくる。でこの辺に変わってくるっていう部分のところでは、要はインターネットの皆さんが使い始めてお金が動くようになってくると、やっぱりそこのところっていうのは犯罪だとか悪いことをする人たちがまた出てくるっていうようなことで、皆さんの利用環境、スマートフォンが出てくればそれに合わせてまた状況が変わってきたりだとかっていうようなことになってくるというような状況になっています。で、いきなりマルウェアだとかっていうようなお話が出てきてしまうんですけども、ちょっとその当時のその悪いプログラムを分類するとこんな形になります。最近はこういう分類学っていうのがなかなかうまくいかない。理由は簡単で、いろんなものが組み合わさって、機能的にこれもできるあれもできるっていうような形で分類がしにくくなったっていうのがあります。で初めの頃って割とシンプルで、ウイルス、ワームで、どちらもウイルスもワームも自己伝播するっていうので、自分の複製を作ってそれが広がっていくっていうような形のところが特徴にあります。ですからそれがメールの添付ファイルでこうクリックをしてしまったら、その自分のパソコンに感染をして、さらに添付メールをこう送り出すことによって他の人にも悪影響を与えるような状況を送り出してやる場合もあります。でワームみたいな形っていうのは、これは人手を返さなくてもどんどん広がるっていうタイプっていうようなものになるわけなんですけれども、こういうような自分を複製しながら広がるもので、ただウイルスとワームの違いっていうのは、その規制するか規制しないか、規制っていうのはこのある特定のファイルにこうくっついて、要するに単独では生きれないのがウイルスで、単独でも生きることができるのがワームっていうような形に言われています。広い意味では全体をコンピューターウイルス、狭い意味のところではコンピューターウイルスっていうのは一番右の真ん中あたり、左のところのウイルスっていうところがそのコンピューターウイルスというふうに言われているというようなものになります。
で、片やトロイの木馬、これは皆さんも名前は聞いたことがあると思いますけれども、まあ、実世界のところですね。まあ、それがこちらのところでもサイバーの世界でも使われていて、まあ、人を騙して、まあ、たかも、まあ本物のように見せかけて実は機能が違うんだというようなものをトロイの木馬。ただこちらの方の場合には一般的に、まあ、自己伝播という自分を複製するような形がないというようなものになっています。それから次、の中にあった DOS、 DOS というようなものが何なのかというのは、これはサービスを停止したりだとか運用を妨害する攻撃というので、実際にはいろんな方法があります。簡単な方法は電子メール爆弾というので、まあ、電子メールを大量に送りつけてやる。ですから、まあ、どのようなメールアドレスを僕知ればそこにずっと機械的に送り続けて、まあ、嫌がらせをするというのも、まあ、これも一つの方法で、まあ、これはサーバーという皆さん のメールを受け取る、まあ、どこかにマシン計算機が必要なわけで、そこにはやっぱりデータをこうどんどんあふれさせるというような、まあ、そういうような方法です。2つ目が、まあ、ブラウザードスというので、こちらの方はクライアント、皆さんが、まあ使うようなパソコンだとか、まあ、携帯電話だとかって、まあ、そちら側の、まあ、目の前に見えるやつですね。まあ、これは例えばどんな形のものがあるのかっていうのをちょっとこんなイメージですっていうので、いろいろなんか文字列が書いてあるのは、まあ、そういうようなものだっていうようなことで、まあ、ある、まあ、手法を使ってアクセスをすると何が起きるのかっていうのでちょっと見ておいてください。で、こちらが Firefox のブラウザーで、まあ、ある特定のサイトにアクセスをすると、まあ、こういうような形で、まあ、ダイアログがずっと上がり続けてしまうっていうような、まあ、こういうような形で、まあ、嫌がらせをさせるっていう意味では、まあ、そこそこ有効な方法になる。それ以外にも、まあ、こんな方法もあります。これ UDP エコーフラッティング、まあ、何なんだろうっていうふうなところはあるんですけれども、これエコーっていうのは皆さん、まあ、山彦みたいな形のでアーって言うとアーと返してくれるあのエコーです。で、その後のキャラクタージェネレーションっていう19って書いてあるの、こちらの方っていうのはアクセスをするとこうデータがどんどんこう降ってくるっていうような、そういうサービス。この2つを組み合わせたら何が起きるのかってちょっと想像してみてください。まあ、これは容易なところで想像すると、エコーとジェネレーションするのが組み合わさっていくとループって出来上がりますよね。で、そのループをどうやって作り出せばいいかっていったときに、横からまあ名前を語って、あたかも発信元のふりをして横からデータを送り込んでやるっていうのが、ちょうどここの部分になるわけですね。だからあたかも攻撃者っていうのが、右側にある受信データを返信するっていう、まあ、こちらの計算機になりすましをしてデータを送りつけてやると。で、そうすると、キャラクタージェネレーションっていうのでアクセスをすると文字列がこう降ってくるようなデータをこう返してくれるものと、そのデータを受け取ったら返しますっていうようなサービスで、ずっとこれが永遠に終わらないと。これがやって何が起きるかというと、ネットワークに大量のトラフィック、いわゆる通信が発生することになるので、まあ、皆さんの、まあ、携帯電話とか、まあ、パケットとかってパケ放題だとかっていうのはいいんですけど、重量制の場合には、まあ、これでいくと、まあ、すぐに課金オーバーしてしまうっていうような、まあ、そういう状況を作り出すことができるわけです。まあ、こういうような形でやり方と、人の嫌がらせというか嫌がることをやるのというのは、まあ、いろいろ方法があると。で、こちらの方は、まあ、脆弱性というので、まあ、こちら後ほどもう少し脆弱性何なのかというのをどんなものなのか概念的にはお話はしますけれども、まあ、攻撃をされるとちょっとこう止まってしまうような穴がある、まあ、そういうようなものをこう攻撃をしてしまおうというようなものになります。で、こちらの方は、まあ、イメージとしては発信元と送信先っていうようなのが、まあ、普通手紙を送ったりだとかするときに、まあ差出人と宛先ってあると思いますけれど、まあ、差出人と宛先が同じっていうようなものをこう相手に送りつけてやる。で、受け取った方からすると、こちら見ていただければ分かるように、
被害サイトの IP アドレス、まあ、アドレスがと同じものがここに。ですからこれどういう意味かというと、自分から自分にデータが飛んでくるようなイメージになるわけです。でそうするとずっとここでもループになるわけで、ここを適切に処理できる、ずっとループしてしまうことによって結果的に通信ができない状態っていうのが起こすことができるわけです。でこのような形で、計算機とかっていう、まあ、プログラムっていうのは何らかのちょっとこういうちょっとダメなところがあると、そういうところにそのダメなところを攻撃するようなあのデータを送りつけるってやることでその人の嫌がらせができると。まあ、こういうような形で、例えばこのパターンですと1個のデータを送りつけてやることで相手がこう相手の嫌がらせをこうできるっていう、とってもいい手法になるわけですね。まあ、これで一発でおしまいと。でそれとは別に N 倍化っていうような方法もあります。要は一人の人がやる攻撃って言っても、なかなかあの大量のデータをこう出そうと言ってもやっぱりなかなか難しいので、ただ単純な方法っていうのは一人じゃなくて何人も一緒にやってやろうよっていうような方法になります。でそういうことをやってくれるのが DDoS ツール、DDoS ツールというのは Distributed Denial of Service ツールっていうので、分散型というふうに言われているものになります。こちらの例はだいたい2000年くらいにこう流行ったものなんですけれども、こうしあの攻撃の指令管理ホストのところに、例えば、宛先、ここをこの IP アドレスを攻撃しなさいっていうふうに指示をすると、そこからエージェントっていう人に連絡がいくわけです。ここのエージェントを1よりも10、10よりも100、1000っていう数を多くしてくれすることによって、その人たちにここを攻撃しなさいっていうと、いっぺんにデータが飛んでいくと。そうすると1人でやるよりも、1000人でやれば1000倍になるわけですね。まあ、こういうような形で、嫌がらせをする、まあ、方法論っていうようなところでは、先ほどの一発で落とす方法もあれば、力ずくだとか、こういうふうにある程度構成をマーク組むことによって攻撃をする、まあ、こういうような方法があるわけです。まあ、このような形で、まあ、少しマルウェアと DDoS っていうようなものをご紹介しましたけれども、まあ、こういうようなものっていうのが、まあ、その時々に、手法として流行ると、もうちょっとこれを進化させるよっていうようなことで皆さんが注力をして、また技術革新、悪い方向での技術革新になってしまうところも多々あるわけですけれども、技術的にもすごく進化をするというようなのが今のインターネットの状況になっています。それではちょっと1990年代以前から今に至るまでどんなことがあったのかっていうのをざっと眺めてみたいと思います。でなかなかこの言葉のとこ分かりにくいところはあるとは思うんですけれども、ちょっと読んでみましょうっていうと、まあ、コンピューターウイルスっていうので、今我々のすごい被害の元になっているものの概念的なものは1984年ですから、もうかれこれ、何年になるんですか、30年近く前にはもう概念的に出来上がっていると。でそれからワームっていうので、自分を自己増殖させながらいろいろ広がっていくっていうようなものに関しても1975年っていうようなことで、さらに10年近く前に概念的には出来上がっていて、要は基準理論上ではそういうことはできるよねっていうような、まあ、そういうようなことが、まあ、今現実に起きてしまっているっていうような状況になっています。でさらに1986年くらいになると、まあ、こういう紙の上であったものが実験室からやっぱり実世界に出始めたっていうのが1986年、ですから皆さんが生まれるよりも10年近く前、まあ、10年近く前っていうような形になるわけです。でそうすると要はこのサイバーっていうか、サイバーのセキュリティ、インターネットのセキュリティって実は皆さんとほぼ同じくらいの年齢で、こう進化を、だからとっても短い間にすごく進化をしているっていう状況っていうのが、まあ、もう一つあるということが言えます。こちらの方が、まあ、その当時あったウイルスだとか代表的なものの年表になります。で1986年コンピューターウイルスが初めて出たっていうようなものだとか、その他、最初のランサムウェアって、先ほど言いました暗号化をしてしまってファイルを解くためにお金をっていうようなものに関しても、
1989年っていうような形で、今からもう、30年近く前っていうふうな形で、出来上がった、技術的にはもう確立、ある程度こう手法的には確立しているわけです。でこのような形でいろんな実験室からこう技術システムにこう形になり始めたっていうのがちょうど1990年くらいになるわけです。で今度1990年代の前半っていうと、インターネットってまだまだ学術系だけで使われていて、今我々が使っているような商用のところで使っているような状況ではありませんでした。ですからこうインシデントっていうか、何らか の, この被害に起きるだとか、ウイルスに感染してしまいましただとかっていうようなものっていうのは、学術系のサイトで起きたっていうようなものになります。ただこの当時どんなことがその裏でっていうか、その当時あったのかっていうと、ブルガリアの方ですと、こうウイルスの交換掲示板っていうので、ウイルスのコードとかアイデアの交換が始まる。ですからもうこの頃からいろいろ趣味的なものだとかっていうふうなところでは、技術の今に至る元データっていうのはこのところから始まっているわけです。ですからいろんな技術っていうか、ウイルスだとかっていうようなものっていうようなものに関しては、今突然始まったわけではなくて、もう何年、もう何十年も前から脈々とこう今に至っている。ですからなかなか工学のところではこう歴史を学ぶっていうことはないんですけれども、こういうふうに見ていくと、途中から入ってきてるとそこからなんですけど、それ以前からずっと脈々といろんなことが行われて今に至っているっていうようなことを、やはり我々っていうか知りながら対応していかないといけないよっていうのが今の状況になっています。で結果的にこう一番下のところ、1992年になるとウイルス作成キットっていうので、要は誰でもウイルスが作れるようになる、こういうのも今もごくごく当たり前で、逆に言うとこういうツールキットっていうのを売る、作って売るっていうようなのも商売になっているっていうような状況になっているっていうことでは、そういう概念的なところではもうこの時からそういうような素材になるものがあったというようなことになるわけです。でこちらのものがその当時の年表のところで、取り上げるとすると、1994年の2月にパスワードの大量盗難事件というようなことで、これパケットモニタリングによる認証情報の盗聴、これ何を言っているのかというと、要はネットワークを皆さんがこう、メールを読むだとかというときに ID とかパスワードを入れると思うんですけど、それはネットワークに流れるわけです。でネットワークの流れるものって、実は横でこうちょっとこううまいことやると見ることができるわけですけれども、そのネットワークを流れているデータの中から、これ ID、 これパスワードっていうふうな形で拾い上げていくっていうようなことが1994年ですから、ちょっと皆さんが生まれた頃に、確かアメリカの方で事件になってこう報告された、その当時朝日新聞か読売新聞の夕刊のところにこの記事が載った時には、こういうのも記事になるんだっていうようなことでちょっと驚いたっていうようなことを覚えているっていうようなものになる。でこういう大量パスワードを取るっていうようなものも、今現実のところでは、例えば、バンキングだとかっていうと、そういうところで ID パスワードを取るっていうような形のところで、技術的にはこの当時に比べると今どんどん進化していますけども、やることっていうことに関しては、皆さんの重要な情報を取るっていうことはもうすでにここで行われていたというようなことになる。あともう一つ、ここの中で強いて挙げるとすると、1995年のケビン・ミトニック事件っていうのがあります。これ IP アドレスの偽装によるコネクションハイジャックってありますけれども、後ろのコネクションハイジャックのとこ置いといて、要は IP アドレスを偽装する。先ほどの UDP エコーフラッティングっていうような形で、発信元を詐称して、なりすますっていうような形のものを、こうやれば有効なんだっていうことを見せてくれたとか、明らかにしたっていうことですごく、出来事というところでは、こういうふうにやるとこんなことができるんだっていうようなことで、要は今までです発信元を詐称するっていうことすら、そういうことを概念がなかったのが、こうやればいいんだよ、こうするとこんなことができるんだよっていうようなことで、これによって悪いことをする人たちの技術的な部分っていうか、誰がやったか分からないようにするっていう部分のところでは、格段に進化してしまったというようなことが言うことができます。
それから今度1990年代の後半になると商用サイトでのインシデント発生っていうようなことで、日本の方ではだいたい1990だから皆さんが生まれた頃にインターネット商用化っていうようなことで自由に使えるようになり始めたっていうのがちょうど1990年代の半ばくらいです。でそういうようなことによって格段に利用者が増えたっていうようなことだとか、メールだとかっていうのが広がり始めたことによって何が起きたかっていうと、電子メールの添付ファイルにウイルスをくっつけてばらまくっていうようなことが広がり始めたっていうのがちょうど1990年代の後半の方になるというようなことになるわけです。まあ、その当時の流れがこのような形で、一つ商用化を始まったっていうようなことで、ウェブサイトっていうのがちょうど94、5年くらいからこう大体出始めて、96年くらいになって皆さんだんだん使い始めたところでページを書き換えるっていうので、司法省のウェブサイトを書き換えただとかっていうようなことが世の中を賑わせるっていうような形になったりだとか、あとそういうのが増えてくると、どうやってそのウェブサイトに侵入するのかっていうようなことで、人手でやるとなかなか効率的ではないので検査ツールっていうようなことで、ネットワーク経由でこのサイト、ここからだと侵入できるぞというようなことをこう検査するというようなことの技術的なものも格段に進化し始めた、動き始めたのが90年代の後半になります。でちょうどこの頃っていうのが ある意味こうインシデントが日本で多発するまで時差ありっていうふうに書いてあるんですけれども、まだまだ例えばアメリカで何らかの問題が起きても日本にそれがやってくるまでに3ヶ月だとか半年だとかって時間が経ってから起きるわけです。そうすると、あ、なんか向こうで起きたんだっていうと少し間を置いてからこうやってくるので、心の準備ができたっていうようなのが、まあ、この頃になります。それが、90年代の後半あたりから突然にして、こう電子メール型の、ウイルスっていうようなことで、時差なしの世代っていうのがこの後に始まるっていうような形で、ここのあたりのところも時代的にはすごく転換期であったということが言えます。さてページの書き換えっていうようなことで、こういうような形で書き換えられる前、書き換えられた後っていうようなことで、サイトにこう記録アーカイブサイトのところにいろんなところに残っているものっていうのが今あります。でなかなかこういうページが書き換えられたっていうようなことは最近ニュースで取り上げられることっていうのがないわけなんですけれども、じゃあどのくらいのサイトが年間とか月書き換えられるのかっていうようなことをちょっとお話をしましょうっていうので、これはだいたい2007年くらいの毎月のプロッティングしたものなんですけれども、98年くらいっていうのはもう本当に月多分数十件とか数百件だったものが、2000年の5年半ばくらいの頃になってくると、2万だとかっていうようなことが、毎月発生するような状況になっているわけです。で、これがワールドワイドで、その当時2006年7年くらいがこんな形だったわけなんですけれども、そういう記録っていうのがそのアーカイブサイトっていうところで、アトリージョンオルグだとかアルダスオルグ、それから今ですとゾーンエッジっていうようなところにのサイトに行くと書き換えられた後のページの情報っていうのは記録があるので、こういう書き換えられた後ってこんなふうになったんだっていうことを、今でも見ることができるようになっています。それでは最近どのくらいになっているのかっていうのをちょっと図にするとグラフにするとこんな形で、桁が年間にしてるんですけども、100万オーダーっていうようなことで、ワールドワイドで100万が多いのかどうかっていうようなところあるわけなんですけども、要は僕らが知らないところでウェブサイトってどんどん書き換えられて、先ほどのようなページ違うものに入れ替えられてるんだっていうのが、起きている。で活動は継続しているっていうようなことなんですけれども、どうしてもこう浮き沈みっていうか流行り去りがあると、流行ってる時にはこういろんなメディアだとかっていうのは取り上げて危険ですよ危険ですよなんですけれども、それが山が過ぎるとあまりトピックスに挙げられないなんですけども、僕らの知らないところで起きているということは、自分たちのところにも何らかの形では被害があるっていうようなことを裏を返すと言っていることなので、一回こういう司法的なものだとかっていうのが広がると、それは決して未来永劫なくなることはないんだということで、常に準備をしておかなきゃいけないというような状況になっているというようなことになるわけです。
でこちらの方が今度2000年代前半というようなことで、先ほどの時差なしの世代というようなことで、こうメールっていうののものがワールドワイドでグローバルで使えるようになった。これはとても便利だったんですけども、ウイルスの添付ファイルっていうのがあっという間にワールドワイドで広がってしまうっていうようなことで、向こうの方で広がっているいろんな問題がすぐ自分たちのところにもやってくるっていうようなことが起き始めたっていうのがちょうど2000年代くらいになります。でこちらの方がその当時の年表なんですけれども、まあ、2000年代前半っていうのが、まあ、観光庁系のウェブサイトが書き換えられたりだとかっていうのがありました。でそれから、ラブレターウイルスだとか、その後サーバープログの脆弱性攻撃だとかっていろいろありますけれども、ウイルスの世代とか時差なしの世代というようなことで、大体このあたりからまた新しいインシデント傾向が変わるということで、また新しい動きについていかなければいけなくなったというようなところでも、また転換期であるというようなことが言うことができます。でここの中でネットワークワーム、このちょうどこの辺のところにいくつかサーバープログラムだとかってこう出てるってますけども、この辺のところでのネットワークワームっていうようなもので、細かい方法論のところは割愛はするわけなんですけども、まあ、これがすごかったのっていうのは、数時間のうちに20万台以上に感染することができたっていうようなことで、要はあっという間にこう自分の複製をできるっていうような技術とことが技術的にできてしまった。でこの問題っていうの部分のところでは、これウェブサーバーのマイクロソフトさんの作ったウェブサーバーの入り口のところにこうちょっといろいろ再構したデータを送り込んでやると、自分の複製をこう作りながら世の中に広がっていくっていうようなプログラムが動かせてしまったということが原因で、ちょうど赤い部分のところっていうのが、まあ、日本も含めて韓国あたりのところにすごく広がったっていうようなことがありました。でさらに2002年っていうようなところでは SQL スラマーっていうようなことで、まあ、こちらの方はこの大量のトラフィックっていうかデータを吐きながらこう感染動作をしたっていうようなことで、インターネットが本当に止まるんじゃないかっていうようなことをこうみんなが心配した、まあ過去今でも唯一そのくらい、これくらいじゃないかっていうようなくらいのすごい衝撃的なものだったっていうようなものになっています。まあいずれにしても、人手を返さないでいかに早く大量に感染するかっていうような、どれだけの数に感染したかっていうのがこの頃の勝負の分かれ目っていうようなことで、いろいろ皆さんがこう取り組んだということで、割とそれでも趣味的なところが多かったんで、これ自身のところで感染してもまあそれ以上の被害っていうのが割と局所化されていたところはあるかと思います。でちょっと技術的なところになってしまうんですけども、それぞれこういういかに早く感染をするのかっていうようなところでも皆さん努力を裏ではするわけです。でこちらの方が2002年に流行ったコードレッドっていうようなこのワームってやつなんですけども、やっぱりいかに感染するかっていうような形での作戦戦略があるわけです。ちょうどこの真ん中の赤い線のところが、まあ、皆さんが使ってる自分が使ってるパソコンの近くにいる近くの IP アドレスだっていうのを考えてください。でそうするとこの人はどういうふうに感染を広げていくかっていうと、まず自分の近くの人ですから、まあこの教室があると隣の教まずこの教室とか隣の教室に大体 37% くらいで、さらにちょっと離れた教室に 50% くらいっていうふうに、まあ、ちゃちゃを入れに行って、まあ、ここの建屋の外のところに 12% くらいっていうので、まあ、近くにいる人っていうのは割とまあ感染しやすいっていうと、動いている場合にはそこの人にこうコンタクトしやすい、でも遠くにいるとその人に通信ができるかどうか分かんないっていうふうな形になるとなかなか感染しにくい、でももっと広げるためにはたまに遠いところにちょっかいを出してそこで感染するとまたそこから同じようなことが繰り返すっていうようなことで、どうやって自分をこう広げていくのかっていうようなことで工夫があるわけです。でこの場合には自分の近いところをまずターゲットして、ちょっとその周りのところはちょっかいを出していくっていうような感じになるわけですね。それから同じように2002年に流行った SQL スラマーっていうのは、これは全域をランダムに探索っていうので、まあ、ここの慶応大学の全キャンパスも端からとあとランダムに行ってっていうようなことで、もう手当たり次第っていうようなタイプの
方法でアプローチをしたというようなものになります。でさらに2000年に流行った MS ブラスターというのはどうやったかというと、まずこの教室一人ずつ行って、ここが終わったら隣の教室というので全部端から送っていくというような、まあ、こういうような形で自分の、攻撃次に感染する先を探しながらというような形でいかに効率よくいかに確実にやっていくのかということを、まあ、技術的に確立されたというような形になって、単なるこの大量に感染したっていうだけではなく、その裏のところではどうやってそれをやるべきなのかっていうことをこう作った人たちだとか、まあ、悪いことをする人たちも含めてやっぱりいろいろ考えていて、そういう人たちのところと我々利用者っていうのは同じところにいるんだっていうような状況にあるということになります。まあ、このような形でこの割と大規模に感染するっていうふうなのが2000年代前半だったんですけども、まあ、それが徐々に変わり始めたのが2005、6年くらいからになります。で、これはなぜかっていうと、要はいろんな人がいろいろ使い始めて、ビジネスでも使い始めて、あ、ここでお金になるんじゃないかっていうようなのが見え始めたのがちょうどこのからになって、いろんなところでこう大量にこう感染するだとかっていうよりも、密かに感染をして、その人のパソコンからデータを抜くだとか、その人、パソコンを利用してどこかにちょっとさらに攻撃をするだとかっていうように見えないような形で動き始めたっていうような形になってきます。で、それをちょっとこう年表的にするとこんな形で、ネットワーク型ワーム全盛期、これは先ほどの金いろんなところにちょっかいを出すっていうようなことで均一的かつ広範囲にこう被害が発生して、あ、君のところでも被害あったの、僕のところでも被害があったんだよねっていうので、割といや頑張んなきゃいけないよね対策っていうようなことで、割と同じような事象がどこでも見えてますから、あ、君のとこもそうねっていうようなことで割と、共通の敵を相手にしているので、いや頑張ろうっていうのをやりやすかったのが、まあ、一番上の世代になります。それから真ん中の頃になってくると金銭を目的した犯罪行為っていうようなことで、全体で起きるわけではなくて、ここで起きてあそこで起きてっていうような形でなかなか見にくく、要するに犯罪をする人からするとこう大量に感染をしてっていうよりもいかに隠れてその人から情報を取るのかだとかっていうようなことが重要になると、ここはアプローチが違ってくるわけです。でさらに、一番下になってくるとスパイ型の犯罪活動っていうようなことで、ずっとそのパソコンの中にとどまっていて、まあ、必要なデータを必要な時に抜けるようにするためには気づかれないようにしなければいけないわけです。でもうこの辺りからもう完全に、趣味的な世界から犯罪の近い世界というふうなのが動き始めたということで、またこの辺りのところが一つの転換期というようなことになっています。で特に大きかったことが、まあ、活動の起点が怪しいから普通で、皆さん例えばこうインターネットだとかいろいろ使うときに怪しいメールには気をつけなさいねっていうようなことを言われているのかどうかってちょっと聞きたいところはあるんですけれども、こう怪しいメール気をつけなさいだとかっていうふうなので学校で習った人、じゃあ手を挙げた人で怪しいメールってどういうメール怪しいっていうのか、ちょっと白黒のどういうメールが怪しいメールなんですかね。はい。知らない人、まあ、よくある知らない人、いや悪いことする人だったらね、詐称して知らない人、知ってる人が出せばいいよねっていうふうなことで、要は今まで怪しいメール気をつけなさいって言ってたのが、いやそれ正しいのかっていうのに変わり始めたのがちょうどこの頃になります。で一つは三つほどここに挙げていますけれども、まあ、怪しいウェブサイトにはアクセスするなっていうのはだけど、怪しくないウェブサイトにアクセスしているのにも、怪しくないウェブサイトにアクセスしているにもかかわらず、知らない間に怪しいウェブサイトに誘導されてしまうというのが1番目です。で2番目は、まあ、本当に怪しくないメールを送りつけて、感染をさせる。で1番下っていうのは、これは普通に使っているうちに知らない間に感染させてしまうというようなことで、まあ、だんだんこのあたりから
人を騙すっていうような技術が、まあ、格段に進化をし始めるわけで、この辺もちょっと後で、デモを見せながらこんな感じですっていうのをお話をしていきたいと思います。でまずこちらのサイト誘導を用いたウイルス感染っていうので、ページ改ざんっていうのでページをこう入れ替えてやるっていうふうなのが技術的に技術が悪いことをする方法はあったわけなんですけども、これを応用したのがこの、iFrame などを用いたサイト誘導のサイトなどのサイト誘導を用いたウイルス感染、どういうことかというとこんな形になります。当初のウェブ改ざんというのはこのサイトを書き換えてあって、まあ、画像を貼り付けてやると、まあ、それがブラウザーで見える。だからこちらの、ブラウザーとかパソコン側には、まあ、なんかこのサイト改ざんされたよねっていうようなことだけだったんですけども、新しい方法はどういうことをしているかというと、まあ、普通のサイトにアクセスをするとブラウザーが知らない間に悪いサイトに誘導されて、知らない間に悪いプログラムをダウンロードすることによってパソコンだとかっていうのが感染をしてしまうというような方法になるわけです。でこのブラウザーっていうのがまた、皆さん、こう1枚のページで見えてるわけなんですけれども、そのページの中のコンテンツはこれはあそこのサイト、これは向こうのサイトっていろんなあのサイトから寄せ集めて1枚のページが出来上がっているので、その部品の1個を悪いサイトのところからダウンロードさせるような、アクセスさせるような形にすればいいというようなものになります。でこれを悪い人はどうしたかというと、誘導するサイトとそれから攻撃サイトっていうのを2種類を用意しておくと。で一般的に怪しいサイトっていうのはこちら側になるわけです。ただ当然皆さんアクセスしませんよねと。でアクセスしないんだから、そしたらいかにアクセスをするかっていうと、この誘導サイトの方にアクセスをして知らない間にこっちにアクセスをさせるっていうような方法で、先ほどの方法を取ればいいというようなことになるわけです。でそのために、誘導サイトっていうようなところに、その悪いサイトにアクセスするようなページ改ざんを仕掛けることによって、結果的に例えば慶応大学のにアクセスをしていたら、知らない間にブラウザーが悪いサイトに行ってしまう。ですから本人は全然気がつかないうちに裏で動いてくれる。で悪い方の方からするとちゃんと裏で、管理をしながら、あ、しめしめしめっていうような形で、まあ、1台感染しましたっていうようなことで、その計算機っていうのをこう利用することができるような、まあ、こういうようなことの仕組みっていうようなことで、ページ改ざんっていうのが実は怪しくない、怪しいサイトから怪しくないサイトへこう、怪しいサイトは気をつけろっていうのが全然有効ではないっていうような形になってしまって、まあ、普通にアクセスしている間に知らない間に悪いところに行ってしまうよっていうようなことが、まあ、できてしまう、それをこう実用化したというような形になってしまうわけです。でちょっとそれをイメージ的にするとこんな感じになるかと思います。一応この悪いサイトにアクセスをすると、知らない間にブラウザーが悪いサイトからプログラムをダウンロードしてしまって、まあ、情報を例えばアップロードしてしまうっていうようなことで、パソコンの中のデータを上げてしまうというようなものをちょっとこうデモにしてみました。完全にきれいなものにはなってないので、この辺は了承くださいということで、上が悪いサイトへのアップロード監視画面で、下がデータのっていうので、データが流れるとここにこうスクロールされるのでちょっと見てください。でちょうどここが iFrame と言われているもので、 HTML の中にこう窓を作ってやるようなことになっています。まあ、HTML っていうふうな、まあ、こういうウェブページを書くところで、ここに iFrame ってあるかと思いますけれども、この場合だと画像データをここに読み込みなさい、表示しなさいっていうような表示になっていて、これはここに書いてあるサイトからデータを持ってきて表示をすると。ですからこれを悪いサイトに書き換えてやる。でこれ見えるようにしてますけども、こう見えないように小さい窓にしてやったりなんかすれば、まあ、利用者っていうのは分かりませんよねっていうので、この場合だと悪いサイトのアクセスにするような書き換えてやることによって、まあ、通信が発生していると。ですから皆さんは知らない間にブラウザーが勝手にそういうサイトの方にアクセスをしてしまうということを作り出すことができるわけです。ですからあとはここの悪いサイトにアクセスするっていうようなところで、まあ、それを今度データをアップロードするだとかっていうようなところのやるようなものをここの赤いところに動かしてやると、上のところにちょっとデータが流れていると思うので見てもらえると
まあ、ここでクリックをすると上の方にちょっとブラウザーが落ちつつデータが飛んでいくのが見えるかと思うんで、まあ、ような形でデータがこう流れていくっていうふうな形になる。で、結果的にそれはどういうことかというと、自分のパソコンの中からデータが持っていかれてしまう可能性があるというようなことになるわけです。まあ、こういうような形で、皆さん、怪しいサイトだったらみんなが行かないんだから、いかに怪しくないサイトにアクセスをしたものを裏でどうやってコントロールしようかというようなことを徐々に考え始めたというのが、ちょうど2008年くらいのこの iFrame というようなことを用いた技術になります。で、さらにそれが進化したのが2009年になります。これガンブラーというようなものなんですけども、ここまで来るとウイルス感染をするためのシステム化というのが行われましたというようなことで、先ほどのは感染をさせてってそこでとどまってしまったんですけども、さらにこちら側のこう誘導サイトをどうやって増やせばいいか、誰か思いつく人、やり方はですね、例えばユーザーが管理しているウェブサイトっていうのがあって、そこに対してこうアクセスをする権限があるとすると、そのアカウントをここから拾って、そのアカウントを使ってこのサイトを誘導サイトと同じような形にしてやると、新しい、だから感染するとその人が管理しているウェブサイトがあれば1個新しい誘導サイトができるというような形で、こうどんどん数を増やすっていうようなことがシステム的に出来上がったっていうところが、まず一つすごいところになる、まあ、すごいところって言ってあれなんですけども、アカウントを盗聴して感染拡大するための仕組みっていうのをこうある程度システム化したっていうところが一つ目になります。二つ目、難読化っていうのでシステムの体制を確保する、これが改ざんされたページの中に書かれるちょっと JavaScript っていう文字列なんですけれども、プログラムなんですけども、これを元に動くプログラムっていうか見えるような形にするとこんなものになります。ちょっと分かりにくいので、少しそれをこうアニメーションというか絵にしてきました、絵にというかスライドにしてきました。こう元データ、こういうデータになってるんですけども、小なり大なりっていうのはパーセントっていうふうに置き換えてあります。で、パーセント61っていうのは、A、 それからパーセント63は C、 パーセント65は E っていうような形で文字の置き換えをしてあります。さらにっていうと、まあ、最終的にこう動くプログラムになるわけなんですけれども、これはどういうことかというと、スクリプトガンブラー CNRSS っていうところに、ブラウザーさんアクセスしなさいと。で、その後の J っていうのは何かっていうと、そのブラウザー側で動いどんなプログラムがスクリプトを動かすプログラムが動いているのかという情報を送りなさいというようなことを指示していることになります。例えばこれがページの中に直書きをされていたら、とっても検知って容易ですよねっていうので、例えばガンブラーっていう文字列があったら、あ、これダメだっていうようなことで、まあ、検知しやすいわけです。で、それを文字の置き換える部分のところっていうのを、今回の場合には小なり大なりっていうのにをパーセント置きまして、小なり大なりを別な文字列に置き換えてやればパターンも変わるわけなので、そうするとこのパターンで検知できればいい、検知すればいいっていうような形ではなくて、検知しにくい、まあ、とてもそういうような形のものをこう組み込んだっていうようなところが、まあ、2つ目の特徴で、これを普通にやり始めた。で、3つ目が感染活動の体系化というようなことで、大きく、管理サイト、まあ、悪い人がコントロール全体をコントロールするサイト、それから配布サイト、これはどういうことをするかというと、例えば誘導サイトとかに JavaScript、 先ほどの JavaScript みたいな埋め込む役割だったりだとか、あと攻撃サイトにはこのマルウェアという悪いプログラムを置いといてやって、まあ、誘導サイトにアクセスをした後に悪いプログラムをダウンロードさせる。で、この時の数がその当時の報告によると、
ざっと管理サイトが10くらいで、インジェクター、インジェクターっていうので、その配布サイトが50くらいで、リダイレクター4万、インフェクター700ですから、怪しいサイト700で、要するにこれで4万台、4万サイトあるのとほぼ等価な、攻撃活動ができてしまうというようなことになるわけです。今までだとこの悪いサイトをいっぱい数を増やさなければいけないし、悪いサイトというか怪しいサイトから皆さんアクセスをしてくれないわけですよ。ですけれど、こちらの普通のサイトが4万って言ったら、普通にアクセスしているのが4万が全部こっちの悪いサイトに知らない間に誘導されるということは、4万台くらいの悪いサイトをこう配備をしているのと同じ効果がある、こういうような形で、技術的なところがシステム化されたというようなところが、このところのすごく、怖いところであり、やっぱり悪い人たちも悪い人たちなりに、工夫をというか、より新しい方法論、対策をするのにそれをどうやって超えていくのかということをやっているということが、ここから読み取ることができます。で、最後、インシデントって2010年くらいから攻撃対象を狙い撃ちした高度な潜伏型攻撃っていうようなことで、だんだんこの頃から組織の中にあるデータだとかっていうのをこう盗み取るっていうような活動っていうのは徐々に始まり始めました。要は知財だとか、重要な書類だとかっていうような、そういうような情報っていうのを組織の中から抜き出しましょうっていうようなものになります。で、流れ的には大きく3段階あって、まず、慶応大学の、高田先生の研究室にいかに入り込むのかっていうのが第1弾ですよね。で、第2弾はこう知らない、ずっと隠れていて情報を集めてきて、あ、ここにいいデータがあるとかっていうようなことを調べるのがステップ2です。で、大体ここにいっぱいあるんだって分かったら、根こそぎデータを持っていって、立ち去るというような、大体こんな第3ステップになっていて、こちらの方を、攻撃シナリオっていうふうな形でいくとこんな形になります。まず、高田先生なのか、高田先生の研究室の学生に向けてウイルスメールを送りつけてやると。で、あ、高田先生から来た、クリックをしてやると、実は感染をしてしまう。で、その後悪いプログラムを持ってきて、こうリモートからコントロールできるような、プログラムをこちらの方に入れてやって、外からコントロールをしながら高田研究室の中をこう探索をすると、インターネット越しにできるような形で、最後目的の情報が見つかったならばデータを取り出してしまうと、そういうような形になるわけですね。では、それでこんな形になると。じゃあ、ここのところで使われるその攻撃者がこう使っているリモートからコントロールするプログラムっていうのがどんなものなのかっていうのを、ちょっと攻撃者目線になって見てみましょう。ちょっと前のところは余計なところなんですけれども、遠隔操作ツールっていうので、リモートアクセストロージャンというような形のものなんですけれども、ネットワーク越しにその計算機をこうコントロールすることができます。で、この辺のはツール化されていて、ボタンを2個くらい押すと、その、感染させるパソコン用のプログラムが出来上がって、それを添付して送りつければいいっていうようなくらいのものです。で、操作はどんなことができるかというと、ネットワーク越しに、皆さんのこう感染した計算機のデータがどんなのがあるのかとか、画面のキャプチャーを取ったりだとか、いろんなことができるというようなものになっています。こういう画面のキャプチャーを取る。じゃあ実際に、これが皆さんのパソコン、攻撃者のパソコンの画面。で、ラットクライアントってか、ラットサーバー管理インターフェースってありますけれども、感染したパソコンから向こうからこの計算機に感染しましたっていうか、動いてますっていうようなことがこちらの方に通知されてきます。で、アクセスがあるとここ点滅するので、ちょっとそこを見ておいてください。ですから、こういう画面を利用して攻撃者の方は待っていると、感染した人が向こうからやってきてくる。で、これで今感染1号機から接続っていうふうなので授業出たかと思いますけど、ここをちょっと
クリックをしてやります。で、ここの画面が実はもうすでに感染したパソコンをリモートからコントロールできるような形になっていて、どんだけプログラムが入ってるだとか、アカウント、どんなアカウントが入ってるんだだとか、まあ、そういうようなことをこうコントロールすることもできますし、データが必要であれば取り出すこともできるし、スクリーンキャプチャーっていうので、あ、今こんな画面開いてるんだっていうようなことも見ることができます。まあ、こういう計算機があれば、あ、こういうようなツールがあれば、高田研究室にこういうのを1台置いておくことによって、インターネット越しに、あ、こんなデータ入ってるだとか、まあ、知らない、だからいかに見つからないようにやるのかというのはポイントになるわけですけれども、まあ、そういうような形のことが行われ始めたというのが、まあ、2010年くらいからで、まあ、最近のいろんな大きい事件だとかというのは、この手のこうネットワーク越しにデータをこう覗かれ、必要なデータだとか重要なデータ、面白そうなデータというのを取られてというようなことで行われてしまっているというようなものになっています。まあ、こういうような形ですごく攻撃者側のツールだとかっていうのも自分で作らなくても、まあ配布されて、配布っていうか世の中に出回ってたりだとか買ったりだとかってできるようになっているというような状況になっています。それでは残り30分というところで、不正アクセスに関する理解を深めるっていうようなことで、実際に攻撃するっていうようなところで、まあ、脆弱性っていうようなことをこう利用することになったりだとか、まあ、脆弱性の中には皆さんも脆弱性の一部っていうので、まあ、人間が一番脆弱、まあ、弱いっていうような部分のところも含めて、ちょっとその辺のところをお話をしていきたいと思います。で、不正アクセスっていうのはこのシステムだとか、まあ、そういうところの弱いところを見つけてそこを攻撃する技術っていうようなことになっています。でやり方だとかっていうのはいろいろあるわけなんですけれども、一番手っ取り早いっていうのは相手に合わせて攻撃手法を変えると。この辺は皆さんも容易に類推つくと思うと思うんですけど、物理的なものだったらどうやって相手を嫌がらせするかっていうと、盗むだとか破壊する。であとユーザーっていうようなところだと、この騙すっていうような形になるわけです。あとプログラムっていうところでは、そのプログラムの悪いところをこう攻撃するっていうふうなのが、で脆弱性というのはセキュリティ上の欠陥で、ソフトウェアだとか OS だとかの悪いところで、まあ、家に例えるとドアの鍵穴が例えば劣化していたりだとか、鍵そのものがすごくこう弱っちいものっていうようなもので、まあ、脆弱性があると鍵がついてないのと鍵がかけてないのと同じことになるので、まあ、こういうような鍵が入ってたらもうなんかすぐ壊せちゃうよねって入れてしまう、まあ、そういうようなものを脆弱性というふうにイメージをしてください。でよくこうウイルス対策っていうので皆さんも多分何らかの形でやってるんだと思うんですけど、その脆弱性対策とは同じものではないです。でなぜなら脆弱性っていうのはこの鍵が劣化したとか鍵物そのものが弱いっていうようなことなので、要は鍵がついてないっていうような状態と同じです。でウイルス対策ソフトっていうのはどちらかというと警備員と思ってください。で当然警備員だっていうのは、まあ、ウイルス対策を導入していても警備員がよそ見している、まあ、これはどちらかというとウイルス対策ソフト その定義ファイルみたいなのを更新してないというような状況っていうのをことをちょっと想定してもらえば、まあ、その穴は開きっぱなしだからそこを利用すればいいよねっていうようなことで、こういうような形でその根本的な問題を直さなければいけないと、根本的な問題を要は鍵を付け替えるとか強いものにしてやるっていうふうな形で変えないとダメだ、まあ、こういうようなものが皆さんのソフトウェアのところとかっていうのはあり、まあ、そういうのがマイクロソフトさんの毎月のものだとか、まあ、いろんなところでこうパッチを当ててくださいっていうのは、ここの鍵を新しいものにしてやるとか強固のものにしてやるための技術であって、まあ、それをやっぱり常にやっていただければいけない。そうしないと先ほどのここにある攻撃対象というのところでの方法論のどこかのところで、あ、こここういうふうにやると入れちゃうよねっていうようなことができてしまうことになってしまうわけです。で、今日は、あまり技術的なところよりもソーシャルエンジニアリング攻撃っていうので、もう少し皆さんに分かりやすい
で最近はどちらかというとあの脆弱性というのはプログラムの脆弱性を作るよりも騙す方の方が楽でやるというとあれなんですけどもやりやすいというようなことがあります。でソーシャルエンジニアリング攻撃というところでは、まあ、人を騙すというのは心理の隙とか行動の隙をついてというようなことで、まあ、人間の心理をとか隙を利用した事例としては、まあ、管理者をなりすますとかってありますし行動上ですと、まあショルダーハッキングみたいな形ので、まあ、パスワードを打ってるのだとか見るだとかっていうのがあるわけですけれども、まあ、ちょっとこれを昔から今にわたってどんなふうに変わってきたのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。でここで伝えたいことは騙されますっていうことです。でメッセージように誘導するというのは1991年くらいからこうはやもうあるわけですけども、ここでの例は、まあ、管理者になりすましてパスワードを変えなさい変えてくださいというような依頼で、まあ、これはまあメッセージでいかにその人に訴えかけるかという方法で、まあ、あまりビジュアルではないわけですけどもこれはルーチン基本的な方法になるわけです。でその次は、まあ、添付ファイルを開きたくなるメッセージを利用するというふうなので管理者だから変えろっていうのだとなかなかこうその気持ちが動かないっていう部分のところをウイルスとかのそのメッセージのところでは、ラブレター I love you だとかっていうのをラブレターウイルスとして私からのラブレターですどうぞ読んでみてくださいっていうような形で文章でこういかにこう読もうっていうふうに思わせるかっていうようなまあこういうようなものが出てくるわけです。でもこれもまだビジュアルではないですよね。でその次に出てくるのは今度添付ファイルは安全なファイルであると勘違いさせるっていうので二重拡張子、まあ、拡張子っていうのがなかなかこう分かりにくい部分ってあるかもしれませんけれども TXT というのはテキストファイル EXE っていうのは実行ファイルっていうようなことでテキストファイルっていうのは安全だよねっていうような形で意外と多くの方がまあ大体思うわけなんですけれども、ここの場合には、テキスト VBS っていうふうな形で実際には VBS のところは場合によっては見えなかったりだとかテキストが入っているからこれテキストファイルじゃないかっていうようなことでクリックをするっていうようなことでいかに見た目で騙すか、まあ、ここもあんまりまだビジュアルではないわけなんですけども徐々に、テクニックが技術的なところが組み合わさってくることになるわけです。でさらに2003年くらいになってくると、アイコン偽装とかファイル名偽装っていうような形でよりそれが巧妙になってきます。まあ、こちら側 のこの事例の場合には、フォルダーっていうようなことでアイコンを偽装をしていてクリックすると実は exe ファイルって実行ファイルでそれがウイルスのファイルであるっていうことで、まあ、この場合やっているのは、空白文字を長く入れてやるとこう表示ができなくなるので上の方ですね exe っていうのが見えないので結果的にあれ普通のフォルダーかなっていうふうにアクセスをしてしまったというような事例になるわけです。ちょっとそれを作ってみると、まあ、こんな感じですね。まあちょっとバレちゃう部分はあるとは思うんですけどこの3つのうちどれかは確か実行ファイルっていうかウイルスクリックするとウイルスに感染するっていうパターンなんですけども手を挙げてみましょう。一番左選ぶ人真ん中一回は上げないとダメですよ。一番右みんな右選ぶんですが何か全然つまんないですねっていうところあるかもしれませんが、まあ、いずれにしてもこういうような形で、あたかも、普通のフォルダーだっていうふうな形で騙すっていうようなこちらは普通のフォルダになります。で、通常 exe ファイルみたいなのっていうのは右の方だとか下の方に来るので一番左側の方の方がフォルダになるわけなんですけども、まあ、そういう特性をしてればだいたい左側を選ぶんですけれどもより巧妙な方法にするとするとこういうような状態を作り出してあるわけです。フォルダの中に一つしかないこのような状況だったらどうするといやクリックするしかないですよねとで僕もこれで引っかかりましたちゃんとVM の環境のところでこの P2P のウイルスでちょっと実験するかっていうので入ってきたので回答して開けたらフォルダが1個なんでここの中かなってクリックしたらあれ動きがおかしいぞ
あ、やられたっていうのですぐネットワークケーブルを外して、まあ、VM の環境であったんで直接影響はなかったわけなんですけれども、あ、これは騙されるわっていうような、まあ、こういうような形でいかに人の心理を使うのかっていうようなところにおいては、実は僕ら以上に悪いことをする人たちの方が長けている。確かに1個しかなかったらそこしか開かないよねっていうようなところもちゃんと考えてそういうことをやるっていうような状況になるわけです。まあ、こうやって並べてあるとどれっていうと確率3分の1だよねだとかってわけですけれども、1個しかなければまあほぼ 100% ですよねっていうようなことで、まあ、最近はいろいろ騙しにくいような形で、まあ、技術的なところでもあるわけなんですけども、まあ、こういうような形でよりビジュアライズされてきたのが2003年あたりくらいで、こちらの方が今度 USB っていうようなことで、問題のない操作であると勘違いさせるっていうことで、まあ、USB を挿すと自動実行っていうようなことで中に入っているこうファイルが自動で動き始めるととっても便利なことがあります。まあ、どちらかというと CD-ROM もあんまり最近出回ってないところあるわけなんですけど、 CD-ROM を入れるとそこに入っているプログラムが動いてすぐボタン操作をするっていうのはとっても使い勝手が良くなるわけですね。で、そういうとっても便利さっていうのが裏を返すと悪いことに使えてしまったというような事例になるわけです。こちらの方も疑似体験を、こう USB メモリーをこう挿すとこうダイアログが上がってくるんで OK っていうふうなのをまあ押したくなるわけですけども、押すと感染っていうような、まあこういうような形で、まあ見た普通に操作をやってるところで騙すっていうようなことで、まあこういうどうやったらそうやって人をこう騙していくのかっていうのも、こうあるものをうまく使うっていうふうなことがよりさらに進化をした例になるわけです。で、これもここあの USB メモリのところのアイコンをクリックしても感染するっていうような形で、実は表示とあの表示をあのプログラム、まあ、コントロール、攻撃者の方がコントロールすることができるっていうようなところは、これの、一番の特徴になります。で、いろいろ私も考えました。こう選択肢を選んで4分の1で感染をしないっていうようなことで、この中から4つあるどれを選ぶかっていうので、せっかくなので手を挙げていただきましょうと。一番上を選ぶ人、1人、2番目、絶対1回分けなきゃダメですよ、3番目、5人くらいで、4番目、じゃあ3番目からいきましょう。どうだろう、僕自身もだいたい最近忘れてしまって、作ってからかなり時間経つので忘れてしまっていて、よく失敗することがあります。あ、これ5人おしまいですねっていうようなことになるわけです。で、本当に自分でも忘れてしまっているので、どれだったっけなっていうところが若干怖いところはあるんですけれども、一番下かな、まあ、うずれ、ここが多分大丈夫だったんじゃないかな。ダメですねっていうようなことで作った自分も忘れてるわけですから、まあ騙されてしまうっていうのは、まあこういうようなところで分かるわけで、見た目でっていうふうな形のところで判断するのはやっぱり難しいと。で、これがどんな仕組みになってるのかっていうのを簡単に仕組みだけは仕組みをご紹介説明をします。ここにオートラインインフっていうこの USB とかなんかに入っているこのプログラムっていうかコントロールファイルがあるんですけども、ここのところをうまく書き換えてやると表示がいろいろ変わります。要はここに書いてある USB メモリを開くっていうのが一番上から3番目がここですね、から私が間違えたエクスプローラーは多分一番下っていうようなことで、ここを書き換えてやることで、表示とか文字列っていうのは見た目を変えることができるわけです。まあ、今はこうやって自動実行しにくくすることでこういうことを起きなくするようにはなってはいますけれども、あとここの表示の部分も実際に
ここにマッピングされていたりだとかっていうので、要は見た目と裏っていうようなことで自分たちが見えないところでこう攻撃者が利用操作ができると、我々はすごく騙されやすい状態になっているっていうのがあるわけです。まあ、こういうような形で、見た目普通に操作をしていてもできてしまうっていうようなところにおいては、要は攻撃者からするとより攻撃っていうのがしやすい状況っていうのが作れることになるわけです。でそれから2008年くらいから本物を活用するっていうので、先ほど怪しいメールって知らない人っていうふうなのがあったかと思うんですけども、これは2008年に情報処理学会のコンピューターセキュリティシンポジウムを語ったウイルスメールが出回ったっていうのことで、ここに書いてある本文はこちらにあるのが PDF をウェブサイトに釣ってあったんですけれど、そこからカットアンドペースト、でそれから送信者っていうのは情報処理学会を語っている、このような状況において、まあ、開く人は開きますよねっていうようなことになるわけで、じゃあこれもリアルにちょっと見ていただきましょうと。デモ環境でちょっとこう、まあ、一応メールを受け取ったっていうことで見ていただければと思うんですけれども、SIGIPSJORJP っていうところをクリックをすると、まあ、ここのお知らせのところは正しい文章、要はコピペをしているので正しい文章です。偽りはありません。発信元は情報処理学会。添付ファイルを、まあ、ちょっとこの辺を見ておいてほしいんですけど、開くと、ちょっと時間かかるかもしれないので、まあそこは愛嬌で、白い画面が開いて、実はその後ろでイグゼファイルが産み落とされ、それが終わった後に本物の PDF を開いてくれると、まあ、これは騙されるよねということで、騙されると開いた後も感染したって思う人は多分いないよねっていうようなことで、要は技術的にはもうどんどん見栄えの部分のところにおいては、もういかに人を騙すのかっていうようなことにおいてどんどん進化している。で対策を打つからより進化をするっていうふうな状況になっているっていうのは実際のところです。でこれそのものはその後アップロードサイトっていうところに、情報をアップロードするようなものでしたっていうようなことで、確かゲームサイトがゲームの情報かなんかを、抜いてアップロードするようなものでした。で2000年代 の, そのウイルス添付メールっていうふうなので、ラブレターウイルスだとかなんかっていうふうな頃に比べると、まあ、今ですとこうプロテクションかかっていて、そもそも怪しいメールこんなものを開く人いないですよねっていうのに比べると、格段に騙せるっていうか騙されやすいよねっていうような状況にあることは、まあ容易に類推がつくかと。であと本物から誘導するっていうところでは、先ほどのガンブラーっていうようなことで、USB メモリーもどんどん対策してくるだとかってなってくると、いかに感染させるかっていうところではウェブサイトを利用するっていうのも一つ、まあ、普通のサイトにアクセスしてたら知らない間に誘導されてしまうっていうようなことで、まあ、著名なその一般的なサイトのところにこういうスクリプトだとか誘導するものを入れ込むっていうふうなのが、まあ、今でも行われていると。あと問題のない操作であると勘違いさせるっていうところでは、このアイコン偽装プラスファイル名偽装っていうところでは RLO っていうので、これはライトトゥレフトオーバーライトってアラビア語、日本語の場合には、左から右ですけど、アラビア語は右から左なので、それを、ま、そういう制御コードをファイル名の間のところに入れてやるとちょっと反転してしまうっていうようなものになります。これはこんな感じですねっていうので、これ使用後使用前っていう風な形なんですけれど、ここの場合です と,、Windows の方がこういう RLO みたいな文字列が入っていると実行できないようにしてしまったりだとかっていうようなことで、いろいろ工夫を技術的な工夫を入れてくれているので、今は問題はないわけなんですけれども、まあ、こうやって騙すっていうところではこういう方法もあります。ちょっと時間があればどうやってやるのか作るのかっていうのをお見せしたいところなんですけども、ちょっとそろそろ時間もあれなので、
でさらに本物を活用するっていうところでおいては再利用プラス再装っていうようなことでよりもっとどうやっていけばいいかっていうとこう感染したパソコンとかにいてそこからメールが出されるとこのメールを取っておくわけです。でこのメールの先ほどの PDF と同じように入れ替えてやってそれをもう一回送り直してやる。で送り直すときにあさっきのがちょっと間違ってたでだとかちょっとデータがあれだったからもう一回送り直しますねっていうふうな形でいくとこれはより騙されやすくなる状況は容易に類推つくかと思います。まあ、こういうような形で本物を単に活用するっていう部分のところも人のこうやり取りの部分のところを考慮した形での攻撃っていうふうなのが、まあ、11年くらいから国内でも報告されています。で2012年くらいになってくると今度ウェブサイト待ち伏せ型っていうようなことで、先ほどのガンブラをもうちょっと高度化するっていうようなものになるわけなんですけれども、事前に例えば高田先生だといつもこのサイトアクセスするよねとか、まあ、そこの部分のところにおいてはあの大学の先生でどこどこに発表してるよねっていうと多分そういうサイトにはアクセスするよねっていうことはある程度情報を集めてくれば分かるわけです。でそうするとそういうようなところに先ほどの誘導サイトっていうような形で仕掛けておいてやると高田先生が知らない間にアクセスするとあこれでこっちのものだっていうようなことでばらまき型だとかなんとかっていうよりもある程度自分攻撃者の方からしてコントロールをしながらこの人を感染させたいだとかっていうになってくるとよりこういうような形でその人の行動だとかっていうことを加味しながらいくような形になるわけです。でさらに最近ちょっと聞いたところによりますとこういうやり取り型っていうようなことの方法論っていうのも出てきているらしいっていうのことは聞いています。こちらの方は問い合わせ窓口の方にこうメールを送ってやると。で質問票を送りましたっていうようなことで例えばこうプロ先ほどの感染するようなファイルっていうのを送りつけてやるんですけども、それが例えばうまくファイルが開けないだとかっていうとそれは多分その環境でうまく動かないっていうようなことが分かるので、送ったんですけれどファイルが開けないっていうようになると状況に合わせて別なパターン送ってやるっていうようなことでやり取りをしながら相手をいかに感染させるかっていうようなまあ、こういうような方法論もあるというようなことで、こういうような形に当たってしまうとどうやって逃げればいいのかっていう対処すればいいのかっていうところにおいてはなかなか難しいものがありますよねっていうようなことで、ここのところにおいて今日こういう対策をすればいいんだっていうようなところが言えないところが若干ちょっと残念なところではあるわけなんですけども常に新しい方法に変わっていくっていうことにおいては少なくともウイルス対策ソフトを入れているならばそれを最新にしておこうだとかいろいろそういうところを気をつけておこうもあるんですけども騙されるんだっていうことっていうことを常に忘れないっていうことはぜひ覚えておいていただければと思います。最後ちょっとシーサート活動っていうようなことで、まあ、こういうような形でたかだか、1991年から2014年っていうようなことで二十何年だから皆さんが生活をしてきたと同じ間にもう格段にこう技術的なというか騙す手法というのもいや騙されてしまうよというふうに進化をしているわけです。でそうなってくると、まあ、感染して当たり前というか感染することを前提に対策だとか対応とかというようなことを考えなければいけなくなってきたというようなことで最近 CSART というようなことでコンピューターセキュリティインシデントレスポンスだこれ、まあ、事故が起こった後にいかに素早く対応するかとかレディネスっていうようなことで事前にどういうことをやっておくといいのかっていうようなことを組織の中に作って対応したりだとかっていうふうなことにような単に技術だけではなくてその起きてしまったことを想定していろいろ準備をしておこうっていうような動きが出てきています。で実際にはやることっていうのはじゃあ感染してしまった後とかって、まあ、感染したならばすぐに連絡をまあ情報センターに連絡してくださいだとかっていうようなまあ方法もありますし事前に誰かが感染したらこういうのが今流行ってますよねっていうので慶応大学の中でも同じような形の活動っていうのはや情報センターだとか中心にやられているとは思うんですけどもそれをより組織として取り組んでいこうっていうようなものがこちらの方になります。で一般的なまあその CSART っていうふうなの役割っていうのは事前措置事前というのは、まあ、いかに感染させないようにしていくのかというのもあるんですけども、事後、まあ、起きちゃった時に、まあ、起きたものの被害というのを最小化
するっていうようなことにおいて、まあ、役割はあるわけなんですけれども、事故をやるためには事前に準備をしておかないと、え、そんな準備できてなかったよってなってしまうと、被害最小化だとか局所化っていうのができないので、当然準備をしておいて対処っていうようなことが一般的な流れになっています。まあ、ここの中で紹介しているのは、例えば攻撃予告があった場合には、攻撃予告があったならばその間に準備をしておいて、なんか攻撃が発生したらすぐ動けるようにしよう、まあ、そういうような形で心構えをしつつ、いろいろ手を回しておくっていうようなことが、まあ、CISAの役割というようなことになる。で、実際こうCISAっていうような形になってくると、いろんなサービスだとか、内容とか体制によって、各社さんとか各組織ごとに違います。で、最近ですと大学の方でもこういうCISAを作ろうっていうふうな動きがあったりするわけなんですけども、それぞれ個々の組織の特徴だとかっていうのがこういうところにすごく出てきます。ちょっとここで紹介しているのは、組織シーサートっていうのは自分の組織の中で何らかの問題が起きた時に対応することに力を入れているところだとか、製品、いや自分たちが作った製品で問題があった時にそういうのをいかに対処するのかって力を入れるところ、すごいレスポンダーっていうふうなので、サービスでやっているところだとかっていうので、皆さん各社さんごとにちょっとずつ違いがあり、あと右側のところですと国とかっていうそういうレベルで見るのかとか、事前のところに力を入れるところ、事後に力を入れるところっていうのはあるわけなんですけども、まあ、こういうような形で、自分の組織にとって弱いところをいかに補っていくのかっていうようなことで、先ほどのような騙されたっていうことが発生したとしても、いかにリカバリーをしていくのかっていうようなことを役割とする。で、新しくどんどん手法が、いたちごっこなので、それにいかに追従をしていって常に組織として対応できることを維持していくのかっていうのが、このCISAの役割になる。もともとはこれ1988年にインターネットワームっていうのが流行って、これアメリカの方で立ち上がったわけなんですけども、最近は国内の方でもこういうCISAっていうようなことで、起きてしまうことを前提にもう準備をしておきましょうっていうのが徐々に広がりつつあるというような状況になっています。で、このCISAに最近求められているものっていうのも、ちょっとこの年代ごとに見てみると違いが出てきているっていうところを最後にまとめておきたいと。で、こちらの方が散々お話をしてきた全体的な流れで、より昔っていうか前の頃っていうのは、広範囲にだいたい自分のところであると皆さんのところでもあるっていうような状況で、最近は異なる状況っていうふうな形で、もう式図的にいくとこう色がここ違うのと、一番上のは同じものがいろんなところで起きている。で、当初の頃っていうのは異なる組織のところで、手段、こういう対策すると効果的だよっていうようなことで、どこかで起きている問題、自分のところで起きているものなので、手段をこう共有するっていうことで対応できるっていうような形になってきているんです、なってたんですけれども、昨今の流れからすると、異なる組織で全体どうなってるのとか、最近の傾向はどうなのとか、こういう動きがあるよねだとかっていうようなことを見ていかないと対応ができなくなってきているっていうような状況になっている。で、先ほどのソーシャルエンジニアリング攻撃だとかっていうものも、新しいこういう騙すっていう方法っていうのが、ある程度こんな方法っていうのもある程度知っていれば、あ、そういう方法もありえるよねっていうふうに思いつくわけなんですけれども、それを知らないっていうこと、知らないとなかなか、あ、そういう方があったのかとかっていうような、そもそも想像力が働かないというようなことになるわけで、この連携するだとか組織のところでつながるという意味合いっていうのは、自分自身がなんか被害に遭いたくもはないですし、当然同じように他の組織も同じように被害には遭いたくないわけです。ですけれど、悪いことをする人たちっていうのが次どんなことをやってくるのかっていうのは、僕ら以上にもっとこう格段に進んでいるって、その人たちに追従しようと思うと、やっぱり想像力を働かさなきゃいけない。その時には人手のところで起きたものを聞いて、あ、こういうような形で起きているのかっていうことを思いながら、次こんな風になるんじゃないかだとかっていうふうなことを我々も考えなければいけない。そういうことにすることによって、新しいこう攻撃だとか、新しいこの
後追い、まあ、我々はどちらかというと後追いになってはしまうわけですけれども、それをいかに追従できるようにするかというところでは、まあ、一人で頑張るというよりも協力しながら頑張りましょうというのがこれからの動きになっているというようなことで、技術だけではなくてこういうオペレーショナルな部分も含めたところでこれから対応していかなければいけないというようなことになっているような状況です。最後ちょっと役割というようなことで、まあ、CSAT 活動から導かれ組織における CSAT の役割というのをちょっと、まとめとして、ご紹介をして今日の講義は終わりにさせていただきたいと思います。で、一つは対外的な連絡窓口であることというようなことで、これどういうことなのかというと、実はインシデント自分で見つけるのって意外と難しいですっていうので、多くの場合外から連絡を受けることが多いです。で、そうすると外から連絡を窓口がここですっていうふうにあればスムーズに連絡をもらうことができますけれど、ないとあれどこに送ればいいんだろうっていうようなことで被害を拡大してしまう可能性があるわけです。で、2つ目は技術的な問い合わせに関して対応が可能であること。よくあるのはですね、まあ、今日皆さん何人かはもしかすると今日あまり技術的なとこ分かんなかったなっていうとこあるかもしれません。で、そういうようなことに対しても仲間がいればそういう技術ができる人を仲間に引き入れて頼めばいいわけです。で、重要なことは分からないからではなく受け取ったものをいかに適切なところに回して早く動けるかということで、技術的で分かんないからっていうね拒絶するのではなく受け取って適切な人に相談をしていかに早く動かすか。で、3つ目が、インシデントレスポンスだけではなく、レスポンスなどの実践的な活動経験をもとにレディネスを進めること。これは先ほどの想像力です。要は経験があるから想像ができる。で、経験ってなるべくしたくないので人の知見だとかどうやってるのだとかどういうことが今起きてるのっていうようなことを疑似体験する。で、これもやはり想像力を働かせるところでは有効に働くであろうと思うわけです。で、最後がこれ日本的なんですけれども、部署間を横断した組織体制を取っていること。割とですね、どこどこの組織にお任せっていうと全部そこがやってくれるもんだ、まあ、それだとなかなかセキュリティって担保ができないのでみんなで頑張りましょうっていうようなことで、結果的にはそれとても日本流のところではあるんですけれども、皆さんが気をつける、で、皆さんが助け合うっていうようなことっていうのもどうしても騙されるっていうことからするとやっぱり用意をしておか、手段として用意をしていかなければいけないというようなことで、まあ、ぜひですね、慶応大学の方にも、CSAT が作られるって確か掲示が出てたのいうのを見ておりますので、まあ、この辺を踏まえながら皆さん協力しながらですね、なるべく被害者にはならず、それから加害者にならないような形で、インターネットとても便利なものですから、そういう中で活躍活動していただければ幸いというようなことで、最後ちょっとまとめがはっきりしないところありますけれども、一応終わりにしたいと思いますけど、何かご質問等かありますでしょうか。もしご質問がありましたらお願いします。ちなみにさっきたびたび出てくる高田っていうのは私です。多分もう私の研究室の学生は私から見る見ないんじゃないかなと思ったりしてるんですけれど、何かございますか。結局最終的に経験とか勘っていうのはどうやって養えばいいんですかね。騙されないためのやっぱり騙されるんだっていうのと、小さい間違い過ちってあるんですけど、それを数多く重ねること、要するに大きい間違い過ちにならないような形ので経験をしておくのって意外と重要だと思います。あっていう、まあ、ヒヤリハットだとかっていうのをこう、あ、こういうのってあるよね、じゃあこんなパターンだと同じようにあるかもしれないっていうようなことをちょっとずつ積み重ねていくのが意外と大きい問題に当たらなく、まあ、一番幸せにインターネットを活用できるのではないかというのがアドバイスです。はい、じゃあ時間がもう来ましたのでこれで終わりにしたいと思います。本日は本当にありがとうございました。ではこれをもちまして本年度の情報の教養学は終わりとなります。また来年度、開催しますので、その時はぜひご出席いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。